詐欺草は、ンカ詐欺僧族の七星の多年草の一種。水とんぼ族に分類されることもある。別名が、詐欺乱。茎は、単立して、高く伸び、15から50センチメートルにも達し、先端近くに1から3輪の白い花をつける。花期は7から8月。花の小道は3センチメートルほどで、神便は大きく、深く三列し、中列辺は、非神経。 両側の側列片は斜線形で側方に開け出てその円は細かく裂ける。この新弁の開いた様子が白鷺が翼を広げたように似ていることが和名の由来である。側下弁は白色で歪んだ卵型。今日は3から4センチメートルの長さに垂れ下がり、先端は次第に太くなり、この末端に蜜が溜まる。花の香りはほとんどないが、 稀に方向を確認できる個体も混在する。床個体には品種名が付けられているもの3月8日に県の天然記念物の指定を受けている。詐欺層は190円日本の普通切手デザインのモデルになっていたが2002年10月1日で発売および製造が停止された。山野層として栽培されている詐欺層日当たりの良い湿地に生えるが しばしば山野草として観賞用に栽培される。戦術の地下茎の先端に形成される休憩によって栄養繁殖で年2から3倍程度に増殖できるため生産業者が営利的に増殖して大量に市場供給している。園芸店には主に消費的栽培を前提とした花付きの鉢植えが流通するが栽培経験者向けの未開化の苗や一部は 急根の状態でも販売される。品種によって流通価格は異なるが、野生型あるいは普及品種であれば、一級あたり数百円以下で入手が可能である。そのように生産品の入手が容易であるにもかかわらず、保護されている自生地ですら洞窟が絶えない。遠目にも目立つ開花期は移植に最も不向きな時期であり、注意深く掘り上げなければ枯れてしまう。金銭価値も、 乏しいことから、転売目的などで採集しているとは考えにくく、無計画なお土産採集、観光記念採集が相当数あるものと推察される。開発による自生地の減少に加えて、採集圧が加わるため、今では自生状態で見られる場所は極めて限られる。本種は市販球根を一回開花させるだけなら難しくはないが、 植物ウイルスの感染による腰がしばしば見られ、同一個体を長年にわたって健全な状態で維持栽培するのはベテラン栽培家でも容易ではない。種子によるウイルス未感染個体の生産や後配線別育種などは一般家庭レベルだとかなり難しいが、無菌波種などの技術を使えば比較的容易である。しかし、販売単価が安い夏季なので営利的になり立つのは 栄養繁殖による生産のみである。そのため未商生産品は研究施設などで実験的に生産される程度で、一般的にはほとんど流通していない。国営昭和記念公園には自生地風の観賞用の花壇があり、毎年夏季にサギ草祭りが開催されている。湿地に生育するサギ草の花にと止まる八丁トンボのオス。 このような生育環境の湿地が開発により消滅し、その自生地で詐欺層は絶滅している。日本では環境省によりレッドリストの純絶滅器具の指定を受けている。ゴルフ場や宅地開発などによる湿地の消滅、栽培目的の人為的な採集、自然繊維に伴う湿地の乾燥化などにより、絶滅した自生地が多く個体数は減少している。 純絶滅器具また以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。瀬戸内海国立公園、岡山県自然保護条例、鳥取県自然保護条例などの指定植物でその採集は禁止されている。以下の自治体でその花の指定を受けている。括弧表記の自治体は以前に指定を受けていた自治体。詐欺草は1968年に世田谷区の 区の花に指定されている昔は大規模な詐欺草の自生地が存在したためである。また、世田谷区には詐欺草に絡んだ昔話も残っている。キラヨリヤス公の側室、時は姫が悪い噂話のために追放され、身をもで逃亡し、自害して身の潔白を証明しようとした。その際、飼っていた白鷺の足に衣装をくくりつけ飛ばしたのだが、白鷺は途中で力尽きて死んでしまう。 死因は飛び続け力尽きたとも、高刈りの高屋弓矢に落とされたとも言われている。その白鷺が、玉川のほとりで鷺草になったというおとぎ話である。現代、世田谷区には、鷺草の自生地は残っていない。世田谷の鷺草は、寺社や公園の人工的な湿地にあるものか、園芸用に育てられているものしか姿を見ることが、できない。夏には、 詐欺草祭りというイベントが開かれ、そこでは詐欺草の鉢植えも売られている。詐欺草の花言葉は夢でもあなたを思う。ありがとうございます。